ご無沙汰でございます。えー、一週間早いもんでございますね。あっという間に経ってしまいました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、いつもお、ラクサブローさんがおしゃべりをしていらっしゃいますけれども、えー、前回、えー、申し上げました通り、私は、えー、ラクサブローさんとはあ高校の時のあ同級生で、 友人関係にございます現在私は書籍評論家を務めております本読むをでございます今回もまたお付き合いをよろしくお願いしたいと思っておりますあのコロナウイルスの収束がもう早い時期に待たれますけれどもまだまだやはり時間は こういうものは一朝一夕には参りませんのでね、えー、家にいる時間、長いと思いますけれども、皆さんも、まあ、私もでございます。ちょっとひげも伸びてしまいましてで、ね、お恥ずかしいところを見せておりますけれども、私もでございますけれども、まあ、一緒に、えー、今一度、まあ、ネットも結構でございますよ。えー これもあのネットでご覧になっていただいていると思いますけれどもですねネットを見たり YouTube 結構でございますけれどもやはりまた活字えまた私はの十分漫画も素晴らしい文学の一つだと思っておりますさまざまなアジャンルの漫画なんかもですね紹介していきたいなと思っておりますので是非またお参考にして。 いただけたらなと。<laughs> おわけでございますけどもね。あの今回は私、その漫画でございます。えー、私が、あのー、集めております、この本でございます。酒の細道というですね。これ。これあのラズベル。ラズベル。ベル。ベルトーベン。ベルトーベン。ベ ベートーヴェンですね、まあ、私はベートーヴェンって言いましたがあれ間違いなく、ベートベン、えーヴェン、バイオリン、ね、うんラヴェル、あのザ・ボレロを書いたラヴェル,ル、ラズ・ベェル、細木先生でございます。あラズ,ラズウェ・ウェルでした。 失礼いたたししましたラズル・ウェルウェル細木先生でございますけどもこの先生がもうライフワークと言ってもいいんじゃないかという週刊、まあの漫画雑誌に連載をされておりますけどもそれの単行本がまああの半年に1回かまあそこら出るわけでございますけども私のコンビニでそれを見つけると非常に楽しみにしておりましてね、えー、毎回、えー、買いまして。 えー、それをまあ読んででるわけけございますけども岩間総達というまあまあしがないサラリーマンお酒大好きなサラリーマンの岩間総達がですね、えー、会社の上司のう,うんちくを垂れる課長とかあとあのちょっと気になってるんですけれどもなかなかこの恋愛には発展しない女性とかですねあと後輩先輩または会社とは離れて、えー、飲み仲間 2人おるわけです争達を入れて3人おるわけでございますけれどもそれと繰り広げるまた近くに住んでおりますおじちゃんおばちゃんといろいろとこう口喧嘩もしながら繰り広げていく、まあ、お酒のにまつわるあエッセイ的な漫画でございまして非常にこれはあのお酒好きな方にはですねこれを飲み読みながら飲む。 あれと一緒でございますよ、えー、あの BS、TBS でやっておりますけれどもお月曜日にね夜、うん、私もよく、えー、見ておりますけれども酒場放ぼろでございますかはい。あれでございますあれに近いような、ね、あれを見ながらお酒を飲む、うん、人も多いそうでございますけれども、えー、これもまあそうでございますでこの世間相達が 趣味が俳句という。で必ずその1回ごと終わった最後に俳句をのしておりますけれどもまあはっきり申しましたその俳句はあまり上手ではございません。え凡人までもいかないかもしれませんね。えですけれどもですね俳句もなんか徐々にこう回が進むにつれて、えー、少しはうまくなっておったりですね、えー、そういうのがございます。でまたあの ちょこちょここの中に登場するレシピまあ料理の作り方でございますね何でも英語に英語ですかレシピというのは何語ですかこれまたわからん私そういうのが苦手なんでございます何でも横文字にしたらいいというものではございませんでこのレシピがですね <laughs>、えー、結構お酒のおつまみに役に立つという 私も何回も参考にして作らせていただきましてこれが記念すべき第1巻でございますけど今出てる最新巻がこれまた非常にややこしいんでございますけれども45.5巻というどういうことだと !?45.5 ってどういうことやなんと申しますここに書いてございません未収録集というのが挟まったのでこれを。 46にするわけにはまいらんというラズウェル先生のことでございましょうかですからこれで45.5という中途半端な数にはなっておりますけれども46がこの12月に出るんじゃないかと言われておりますえもう出たのかなよく分かりません最近あのコンビニもちょっと行けてないもんですから えー、私はちょっとよく分かりませんけれども、まあ、最新刊は、えー、買っておるということでございますのでぜひ、あのー、お酒好きな方以外にもです、ね、純粋にこの漫画として非常に楽しめる一冊となっておりますので、えー、ぜひ買っていただきたいなと思っております。酒の細道、えー、これよくあの思いつきましたがタイトルの名でございますな。 奥の細道と、えー、非常にこうそこからパロディと言いますかそれでしかも岩間相達というのが俳句を作っておるという場所の徘徊の旅のこの奥の細道にかけた酒の細道これはもう最高のタイトルだと思っております、えー、まあまあこういう具合にですね私、えー、本読むがまた皆さんのお 読んでみようかなというそういうような参考になればと思っておりますのでよろしかったら是非、えー、お買い求めだきたいと思うわけでございます酒の細道を今週はご紹介をさせていたただきましたお父ちゃんがね私のこと本当に大事にしてくれたんでね私もこの仕事ができてるのこのモノマネももう古いわよ 昭和の人じゃないと分かりません。分かった方はすごいと思いますけども、あんまり似てないのよね、これが <laughs>。お父ちゃんがね、誰でしょうか、これは。また来週月曜日まで。本屋もでした。お父ちゃんがね、さようなら。